日ごとの糧、2023年7月12日、祭司は神殿の入り口と祭壇の間で泣き、主に仕える者は言うがよい。主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの私業である民を恥に落とさず、国々のあざけりの種としないでください。彼らの神はどこにいるのかと、なぜ諸国のために言わせておかれるのですか。ヨエル書2章17節。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをあらゆる不法からあがない出し、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだったのです。テトスへの手紙2章14節。彼らの神はどこにいるのかとあざけられるのは、まあ思うに彼らの生活が悲惨な状況にあり、勝利よりも敗北を経験することの方が多くて、そういう中で、まあ、こう、軽蔑されている言葉ですよね。お前らの神どこにいるんだよ、え？みたいな、そんな感じですね。まあ、神様を信じてるからといって、この世の中が嬉しいことばかり続くということではないですよね。行き詰まったり、物事がうまくいかなかったりすることが案外よくあります。あるいは、失敗してしまったりとか、罪を犯したりとか、そういうこともある。でも、そんな中で、本当に神様と向きをこうね、しっかり向き合うといいますか、方向転換しながら、本当に神様と向き合えるように、悔い改め、方向転換をしながら、良い行いに熱心に励む。まあ、その姿勢が保てるかどうか。これはまあ、おそらく信仰者としてのあり方で決まるんだろうなと思うんですよね。というのも、ある人はやっぱり自暴自棄になったりとか、ふてくされてしまったりとか、本当にこう、まあ文字通りあなたの神はどこにいるんですかと言われてしまうような生き様を晒しながら生きていくという、まあそういう人も中にはいらっしゃるでしょうね。苦難がある、悲しみがある、不安もある。そういう状況の中で、本当に嘆くことがあるけれども、でもそんな中で、良い行いに熱心に励むという姿勢を保ちながら生きることができたら、例えばそれは、本当に神への愛、人への愛を示しながら生きるということに通じるんだと思いますけど、それを本当に心がけながら一日一日丁寧に生きるということができたら、今日読んだ御言葉が実行に移されるということになるんだろうなと思うんですよね。辛いことはあるんです。でも辛いことがありながらも神様の力を得て、神様の恵みをもう一度自覚して、良い行いに熱心に生きるという、そういう方に立ち戻りたいなと思うんですよね。ちなみに良い行いというのは基本的には神様を愛することであり、人を大切にしながら生きていくことであり、自分の命、人の命を大切にしながら生きていくことに通じていると思うんですよね。良い一日になりますように。いつかきっと空は